橋本学美は、日本のタレント、女優、元グラビアアイドル。本名、旧芸名は、細川愛美。もう一つの旧芸名は、橋本愛美。アービング所属。大人びたセクシーさを売りにし、平成のダンチズマ、愛人にしたい女ナンバーワン、国民の愛人など、独特のキャッチフレーズで知られる。幼少時は内気で人前に出ることが苦手だったが、 小学6年生の時に担任の先生に勧められて学級委員長や音楽会の指揮者を務め人前で目立つことの快感を覚えたという芸能人になりたいと思ったきっかけは好きなテレビドラマ一つ屋根の下中学1年時に第7回全日本国民的美少女コンテストで演技部門賞を受賞し芸能界入りデビュー当初に名乗っていた本名 細川愛美だと同じくオスカープロ所属、細川直美と混同されやすいので母の旧姓、橋本を取って橋本愛美として芸能活動をすることになった。16歳の時、水着グラビアデビュー。本人曰く、それまでスクール水着しか来たことなかったから、現場に行ってビキニがいっぱい置いてあって、スタッフも男性が、 いっぱいいることがすごく嫌でうまく笑うことができなかった。その時に誰も見ていないからとスタッフに言われたことが今では励ましてくれていたつもりだとわかるけど当時は本当に落ち込んだ。また、初キスは17歳の時に中学時代から格好良いと思っていたバスケットボール部の男子生徒と山形県の霞城公園のベンチでと語っている。2012年 オスカープロモーションからアービングに移籍し、芸名、橋本愛美を橋本まなみに変更し、現在に至る。名前をカタカナにしたら運気が上がったと話している。同じアービングに所属する矢吹春菜とは、下北グローリーレイズで共演して、以来の親友でブログにもたびたび登場する。2013年10月より所属は、アービングのまま。 ハーモニープロモーションとマネジメント提携を行う。2014年12月25日、三浦淳が独断で選ぶ、輝け。第17回、三浦淳賞を受賞。2015年12月末、格闘技、イベント、リジ人ファイティングワールドグランドプリー2015の広報大使に就任。2016年、8つの短編からなるオムニバス映画、全員、片思いの一編。 イブの贈り物で、横浜流星と W 主演。橋本は本作品が映画初主演である。2019年1月、第30回日本ジュエリーベストドレッサー賞を受賞。2019年11月27日、一歳年下の金武との結婚をブログで明らかにした。結婚後もクラビア活動は続けるという。2020年2月27日、 ブログにて第一子の妊娠を発表した。7月2日、第一子男児の出産を発表。7月29日、バラ色男児で仕事復帰。山形県山形市出身。山形市立第5中学校出身。山形城北女子高等学校、堀越高等学校卒業。弟が一人いる。オカリナが得意。 オスカープロモーション所属の女性芸能人によって結成されたフットサルチーム表参道ビューティーの元メンバー。今愛人にしたい女性と呼ばれることもある。かつて出演した2時間ドラマでは水死体薬が多く、真冬の海など冷たい水の中で動くことができず。 気を無にしていたら、意識が遠のいて本当に死にそうになったと語っている。オスカー時代は、仕事がない時には、ケータリングのアルバイトなどをしていた。また、居酒屋や、倉庫作業で働いていたこともある。なお、当時の事務所であるオスカーの方針としては禁止のため、内緒でしていた。コーヒーが飲めない。橋本愛美名義を含む太地は主演、もしくはメインキャラクター橋本愛美名義。 ラインブログ、橋本真美オフィシャルブログ、まろやかな日々パワードバイア名場。2019年9月5日、閲覧。ありがとうございます。